見てかな、ちゃんとしてるような中盤の時期に渡すの。ちゃんと分かってるんですね。ここなら入れるってなって、すごいな、賢いな。すごい。おお、すごい、ゲジゲジでかでか。詳しいな。一応生物学科。生物系だね。石があの亀が食べられちゃって。石亀とかがね、あの手足食べられるんですよ。アライグマに。亀が。はい。手がない亀とかいるらしくて、結構見えるんですよ、向こうでは。はい、もうアライグマ悪さばーしてますよ。去年行ってきました。あ、そうか、こっちにもおるんやな。おー、いた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 、いったカブトムシ。まだちょっと早いな、ちょっと早いかね。すごい、うわ、びっくりした。今こういう感じなんや。なるほど、次、もうちょっとやな、ここはな。びっくりした。こんな感じでいるんですね。すごい、これカブトムシですね。これをね、うまいことこうやって入れとけばそこで、まあ、なんかできるわけ。なるほど。当たってたらさ、あのあれなんだ、あの浮かふで、羽がちょっと曲がって生まれた。ああ、なるほどなるほど。これでわさびを入れるよ。あ、そうなんですか。わさび。ここにじゃあ水を通すと。いやいや、もう畑のわさび。あ、へえ。へえ、そんなできるんや。ちょうどね、6分ぐらいのわさびが水盤を持ってる。ああ。人が食べるんで人間が取ってる。まあそんな生えてるとこない。害獣ばっかりですね。一番厄介です。あ、本当だ、穴がすごいある。上にもなんならある遅かったよな。へぇ、すごい。上のままなんてやつだな。待ったの遅かったの、早く見てくださいね。なるほど。さっきの土壌のとこもなんかくぬり、なんか利用したいですね、土壌に。なんならこう、なんか土壌の産卵場でも複雑な構造にして、あ、これ違う。でも今モショモショした。あ、いたいた。これはココアガタのメスかな。すごい。元気いい、元気いい。すごい。いますね。あ、2匹もいる。え、ほんと、こっちはまだ、いや、こっちは出て、まだあの、あれしてねえんだ。いた、すごい。だって、だから表に出てねえんだ。あ、これまだあれや、羽が吐く前やった。だろ。あ、ほんとだ。おお、すごい綺麗。でかいでかい。でかい。赤色がすごい綺麗。あれになったけど、まだ外に出てねえんだな。そうですね。はい、もう一匹、もう一匹。ああ、もう一匹、もう一匹。すげえ。いっぱい出てきてる。まだ出てるよ、まだ。2日前だ。まだ出てるよ、ほら見よ、ほら。あ、すごい。ゾンビみたい。3匹もオス。すごい。まだいるよ。すごい、大きいっすね。すごい。あ、4匹。ゾロゾロ出てくる、すごい。あ、こっちも。1、2、3、4、5、オスが5匹。だいたいね、
オスはオスで固まっとんや。あ、6、6か。うん、へぇー、すごい。あ、早速喧嘩しよう。早い。あ、さらに1,2,3,4,5,6,7匹、7匹、うん、8匹、8匹、8匹すごい。ここで出るぞ、見とけ、見とけ、開こうか。まだ、あ、ほんまや、さらにもう一つ、あ、もう一匹、もう一つ、もう一つ、こら。すごい。こんな感じなんですね。へぇ、すごい、すごい。で、ここに一つな、まだな、まだなりきらんのか、もうこれダメなのか。ここにな、やっぱ自然界では岡不全みたいな動きだね。これ見て、これを、ここをまださ、角がさ、あ、ほんとだ、なってないね。あ、ほんとだ、あ、ほんとだ、角がまだ、まんまれ、いた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 、びっくりするぐらいいた。はい、いやー、すごい。はい、保育園とかにもね、うん、ああ、いいですね、うん、あ、すごい。すごい光景。こんな見たことない。見たことない、こんな。